は続きやっていこうと思います。ではね、今回もこの記憶の場所というところからやっていくんですが、お、ボス戦か。はい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 、やっていきましょう。あ、また、わあ、このマリリスを倒してきた。ではこのティアマト様、そうは行こう。ティアマト様、魔力吸収、防御しとこう。防御、ちょっと怖い。まあまずは先に見破るですよね。何を持っている。ブランドヘルム、フェザーブーツ、ブラッドソード欲しい。でもなんかブラッドソードとか持ってなかった。うわ、MP90 ってくんのこいつ。やだねー。よし、ブラッドソードまず盗む。サイレントクロー、おー、マジか。魔法が使えないだと。マジ？あ、なんか癖のある敵だなこいつ。わお。よし、フェザーブーツあと1個。アクティブ、そっか。吸収、どのぐらい躊躇できるかな。 MP、 おお、 100MP いいですね。盗めない。伸び手と浮くの、あ、浮かせるの。はい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 。まだかアスピーでチューチューしてくかな、ビビを。よしよし。力吸収。わっ、これなんか長期戦になるとなんか結構めんどくさいやつかなこれ。あと1個だから頑張ろう。盗むの、娘わっ、救急車これでー。アスピルチューチューし合ってるな、チューチューグランドなんちゃって聞くともう嫌な予感しかしないのだが。オーケー、ナイス。前回もね、グランドなんちゃらでやられましたからね、めっちゃ時間かかったから。どういうこと？これからちょっと高速モードにすると一気に形勢やばくなるタイプだから等倍速でやった方がええな。見てと、でも昔にどうするんだろう。クエイクとか守ってなさそうだしな。なんか落とす技とかあんのかな、浮かせた敵を落とすみたいな。ジェット噴射、何それ。うわ、みんなちょっと待って、これやばくないかこれ。ちょっと待って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 、うわっ、ちょっと待って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 、ええ、ちょっと待って、ちょっと待って、何これ。これなんかあれか、ヒート防止みたいなのつけてた方がいいな、これ。はあ、やられた。ジェット噴射超注意じゃん。はい、では再戦していこう。ヒート防止のあれつけてきたわ、アビリティ。よし、くっそー、ティアモット。はい、3つ盗むあったもんね。これでちょっと突破したいところ。ヒートが本当に嫌だ。フェザーブーツ、グランドなんちゃらがなぁ、さっさと盗めればいいんだけど、これでヒート状態にはならないから大丈夫だろう。ところをここブラッドソード、いいねいいねいいね。沈黙しちゃったけど大丈夫か。あー、よし、あと1個がなー、大変なんだよ。ツイスター、はい、ちょっと間に合って。空いてるマクロ。早いね。引かぬ。進めない。ちょっとさ、こいつ今さめっちゃ強い状態になってるからさ、力吸収とかやりやがって、ちょっとやばいんだけど、いけっかな。いけっかな。ちょっと念のためもう一回盗むやって、よし。あ、間違えた。ちょっともうね、サイレントクロウね、見せればいいんですけど、当たったらね、もう8000ぐらいダメージ食らうからね、やーばい。あー、全然効かないか。でも待ってね、オッケー行こう。あとは攻撃するしかないんや。何がつくんだ、ぶりながら。怖いよ、やり1586、あー、ブルブルブルって感じやな。マジン使ってフライヤーが FP なくなってたからな、襲われて。マディーンでどんぐらい効くんだ。うわー、全然効かねえ、やばーこれ。やばー、めっちゃ吸い取られてる。やばいやばいやばい、これは。あー、ブリナーが多少効くか。あ、よしよし、時短、よしよし、いいね。その攻撃で攻めていこう。行こう。ハンダ側はどう。来ましたわー。ホーミング。あ、これは効果強…なんていうんだろう。あ、無属性のダメージか。竜の紋章、何が強かったのか、竜の紋章ね。それがブリザードかな。一応なんかメテオも打ってみようとは思うけど、おお、よしよし、よかった。危ねえ。危ない怖い。メテオしょう。こんぐらい払うかな。おお、強い !9999 やばっ、なんこれ、なんだ、竜属性に弱いとかですか。これしかないだろう、攻撃。力吸収されてもなお9999だとフライヤ様強すぎじゃないです。あ、いいね、3080、いいねいいね。まあ、力吸われてもどうにかなるもんですな。力吸収、ほうほう、行ってみろよ。あ、でもダメ竜の紋章いけ、フライガ様。強いのーやっちゃうのー。てかこいつも結構 HP 高いな。どんぐらいなんだ。でもフライガ様の前だとね、目じゃないですよ。どうや、上辺 MP16 で9999とかさ、コスパ良すぎじゃない？あればあれだな、これでもいい気がしてきた。ジタンフライヤービビーフライヤー様、あー、よし、ナイスあー、バトルだけで25分ですよ、収録時間。イエーイ、よくやったお前たち。イエーイ、あー強かったね。よし、あーお疲れ様でした。ピピピ、まだあれか、アビリティアップいらんよな。よし行こう。ああ、お疲れ様でした。強かった。セーブポイントね、セーブポイントないな。ちょっと戻りたいけど、ちなみにここは廃墟の記憶だって。ね、ちょっと乗っ見ながら行きますわ。アイテムしばらくないっぽいなーって感じなんだけど、モングリもいなくなっちゃいましたね。ここは失われた記憶。これなんだこれ。でもなんかカードゲームもできるっぽいんだけど、ちょっと謎の空間だよな。ごめん、ちょっとセーブしに戻るわ一回。で戻ってきた、先に進むぜ。いつか見た過去だって。こうなんか一つのマップにも意味があるみたいですね。ここは星の出会い。あー、テラとガイアかな。これは二つの月。いや、ちょっと違うな。でもどこかで見たような気がするんだよな。あれはお前たちがいるガイアだ。そしてそのガイアを取り込もうとするテラだ。今から5000年の昔、すでに老いた星であったテラは新しい命の星を見つけ、その星を取り込もうとした。しかしその対象となったガイアにはすでに生命があった。それが全ての始まりだったのだ。そうか、ウィアベールで見たのはこのことだったのか。テラの命は燃え尽きようとしていた。ためらう余地はなかった。そして強引な融合によってガイアの文明は崩壊した。しかし老いたテラには全てを取り込む力は残っていなかった。私はイーファの木を作り出し、ゆっくりと魂の流れを変えていくことにした。おお。公園の扉だって。あ、今ここでセーブできんのかよ。セーブしていくぜ。そういえばゲットした装備あったな、さっきのボス戦で。よし、またなんかボス戦来んのかな。グランドヘルムとか確かゲットしましたよね。プラチナヘルム。お、グランドヘルム、あ、強いんじゃない普通に。お、いいですね。あとなんかフェザーブーツとかなんかゲットしたけど、なんかフェザーブーツ持ってなかったっけ私。あ、持ってるよね。リピテコのやつよね。あとはあれがブロードソードだっけ。あれは多分あれですよね、あいつですよね、スタイなんですよね。あ、クイナ何クイナ泳いでんだけど、海ある、魚ある、うまそうある。何やってるんだクイナ。何って海の中にうまそうな魚いっぱいいるあるよ。ついでにちょっと息苦しいある。ちょっとじゃないある、めちゃくちゃ息苦しくなってきたあるよ。それはお前がここを海だと意識してるからじゃないのか。俺は何も感じないぜ。海じゃないあるか。ああ、本当はあるな、苦しくなくなったはるよ。でもうまそうな魚も見えなくなったはる。もうほんと面白い。クイナ、生まれるものだって。ガヤは海に覆われていたのか。どうしてそうだってわかるの？わからない。でも俺の記憶にあるんだ、この星のことは。確かに俺が生まれるよりもはるかに昔のことだし、テラで生まれたこの俺に知らない星の記憶がある。僕も知ってるよ、海だったんだよ、ガイアは昔。私も知ってるような感じがするが、あのジラも同じなのじゃな。だとすると全ての存在はもともと一つだったということなのか。わからない。ふむ。あのいね、ボスか来たのはね。本日2度目、行くわよ。わあ、なんかどんどんキモくなってんだけど。水のカオス、クラーケン。貴様らをこの先ずませるわけ。あ、でもなんかよく見たらなんかお顔があってちょっと可愛いかもね。てかさ、なんだマルチボスかよお前。フレイズ、こういうのあれですよね、いただけないや、ハンダガが効きそうですよね。まあ、一応防御して見破る。お、宝飾のロブ、ウィザードロッド。ウィザードロッドは持ってんの？あ、源氏持ってんじゃん、源氏の兜。なるほど、全部見たいな。なるほど。二色種とかなんか持ってんの？あ、やっぱ水系やってきますね、ウォーターが。アイテムがあるんだろうか。ウィングエッジ、あー、投げるやつか。投てき持ってんのか、なるほどね。じゃあ手から盗んでいくか。フレイズ、あ、やばっ。ちょい待て。そうか、熱血なんちゃら私取っちゃったからな。ウィングエッジ盗んで、左もなんか持ってるだろうな、きっとな。よう一応見とくか、左触手。右触手は攻撃していい。はい、オッケー。あ、エリックさん、なるほど。エリックさん、何そんな簡単に盗ませてくんないの？はー、いいね。今は大丈夫だろう。いいね。お、右消えた。右消えたよね、これね。今日の文字、まあ、左も、まあ、やっちゃっていいか。まあ、盗めたらラッキー。あ、オッケーオッケーオッケー。よし、やれ。やれやれやれ。あとは本体だね。しとこう。太田が大丈夫でしょう。嫌なもんじゃ。9900いくかな、これも。わあ、なんでこの技こんな強いの？なんで？やばっ。左も死んだね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、あとは本体だけです。お、源氏盗みまして、3つぐらいあったもんね、これもね。しばらくじゃあ食事復活とかすんのかな。スローかけるか、スロー。あー、なになに、かかんないの？で、スロー。ザードロッドあと1個あるよね。よし、来た！宝飾のローブ、オッケー！あー、来ましたー。さて、じゃあ攻撃回りましょうか。これでもう大丈夫だろう。でもローブの効果が気になるね、すごく。面白い名前してるから。見た感じなんかクイナの装備っぽいけど、まあローブだからきっとビビたちもいけるだろうなと思いながら。攻撃をしていきますか。モータがよいしょ、いけ。強っ強っ。パンダがよし、もうないよね、盗むやつ。足拭いて、よしよしよし、オッケー。もう裸ですわ、もう裸ですわ。テラフォーミング。まだか？まだか。この攻撃もちょっと興味あるけどね、やってみるか。桜ってついてるから綺麗な技なのかなって思いながら。旦那がよし、まだだね。7分とかなんだけど動きが出た。そこぐらい倒れたか。おお、9999、うまーし。お、やられたか。よっしゃー。あー、今回ここまでだな、動画な。ボス戦2回もやったし、イエーイイエーイ。ちょっとローブが気になる。不老装束、あれ、宝飾のローブってやっぱりあれか、クイナか。ないね、でもないし、あら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 。一応ちょっとアイテムで確認すっか。ローブローブあった。宝飾のローブ、ク族が身につけてる。あー、やっぱりこれクイナ専用なんだね。へえ、やったぜ。さあ、ここは歪む時間ってなってるけど、まあ、今回ここまでにしておきましょうか。あ、よし、パーティー編成できる。イエーイ。どうせとちょっとクイナ連れてくか。じゃあ、フライヤーありがとう。君は非常に強かった。だからもう何竜の紋章ってわざって言っちゃった。やばいな、あれな。なんで、なんか安定して9999取れるから、なんでやろねーって感じやけど。低いなー。低いなね、あんまりなんか武器もないんだよなー。ロー装束になってるけど。宝飾のローブ。あー、なるほど。こっちの方が強い感じに見えるけど。ねえ。そうやったらね、ク族専用だから君に身につけさせておくよ。なんかないかな。もうだいぶアビリティもね、取れてきたからね。よし、じゃあちょっと今回ここまでにしておこうかなと思います。はあ、大変だったね。なんかね、盗めた時のね、快感を覚えてしまうとね、もうね、時間かかっても頑張って盗んじゃいますねって改めて思ったわけで。はい、ということで、じゃあまた次回です。ご視聴いただきありがとうございました。